おはようこんにちは、青森です。今回は新たな光属性環境最強リーダー、クロウリーを使っていきます。深夜2時半です。クソ眠いですはい、配信来てくださった方ありがとうございました。おかげさまでなかなか満足のいく結果が出たんじゃないでしょうかということで、ちょっと配信でね編成を考えようで使ってみてたんですけど、性能バインド封印スキブ4つです。37ターンの、100% 強化目覚めおよびダメージ無効2ターン継続の変身です。で、変身後がバインド封印ウィブラ回復エルジ持ち10強が5個あって、光コンボ強化プラス点2個です。まあ、V 破壊なのがまあ良くも悪くもって感じですかね。2ターンスキルがロック解除からの光と回復の6個ずつ生成と、1ターンの間全員の攻撃、これが強いね、全員の攻撃 1.5 で、2ターンの間上限値解放するので、自身ずっとエンハじゃねえわ、ループしてます。上限解放、これがねいいとこだね。リーダースキル光の2コンボで 81% 軽減です。攻撃55倍の参加さん固定600万です。光属性回復 1.5 で回復倍積もれてるの強いねと。はい、でちょっと1点ね、前回の動画で少しなんかまあ僕の言い方が悪かったのかもしれないですけど、ガンホーコラボを引けとは俺一言も言ってないと思ってるんだけど、まあちょっと引けと囚われてる方もいたので、ちょっとまあ改めてねご報告って、ご報告じゃないけど、あのガンホーコラボに関しては別に引かなきゃいけない理由はないっす、正直。うん、別に俺は引いても引かなくてもどっちでもいいと思ってる。はい、引いた方がいいかって話をするんだね。ただガンホーコラボ2のガチャは全部新キャラだから、結局誰が引いても新キャラしか出ないんですよね、最初は特に被らないから。だからまあちょっと引いてもいいんじゃないのとは思いますけどねっていうぐらいです。はい、武器もかなり人権というか、まあ、代用ができないような武器もいるので、まあちょっと引いてみるっていうのは全然僕はおすすめはしてます。はい、なんか引くべきかっていう、絶対引けとまでは言わないけどねって感じですね。はい、ただ絶対引くなとまでも言えないよねって感じですね。ただまあ年末のコラボっていうのは毎年大きいのが来てる傾向にあるので、まあそこまで待つのが無難なんじゃないかなとも思いますね。はい、そんな感じです。基本的に新規コラボと同じ扱いのものはスルーしなくてもいいと思ってますよが僕の考え方ですね。ちょっと伝わりづらくて申し訳ないですね。はい、って感じです。まあがっつり引く必要は全くないと思います。武器に関してはバランスタイプのスキブ2の7キロ2ウェイチーム HP の V 破壊、まあ G2 編成で使うにはかなり強いんじゃないでしょうかと。はい、ということで編成バグドーン、こんな感じです。パーティーの名前、人外魔境新宿決戦、一生変えてないんですけど、気にしないでください。まあ、まず行きましょうか。まずこれが毒目覚めつけてます。ドラゴンキラーは振らなくて OK です。勝手にカンストしてました。上は織姫です。で、フレンドもね、同じような感じです。これ、潜在いらない質問、なんか自由につけてください。闇ダメージ振りたいんだったら振ってください。僕はもう闇ダメージ軽減の在庫が少ないので、もう無駄に振ってないです。で、次、エニスって読むらしいですね、これね。読めない。アシスト無効潜在闇ダメージ軽減、まあここは最低限つけてます。で、上はマーベル、これで闇ダメージ軽減がさらについてます。もうこれで稼ぐ、これ 7% 軽減だから1個で。はい、で光コンボ強化もあるし、これいいね、マーベルね。新境地はでも強いと思います。で、マキナ、これも新キャラですね。あ、新キャラだからざっくり説明するよ。変身すると 40% 軽減とシールド破壊します。8力も上限解放するし、 L 字持ってアシスト無効解除可能です。で、マキナに関しては、これ5ターンヘイスト変身なんですよね。5ターンヘイストで変身すると、7強と光コンボ強化でしっかり火力出せて、スキルは吸収無効ですね。あと操作時間とルレ。このルレがね、いい感じになります。はい。で、武器はタケルのデジバイス。神タイプ表で HP を盛りつつ回復力を持ってます。今回回復努力のない編成ですが、チーム回復でどうにかします。で、オメガモンですね。はい、もうこいつが強いです。スキルプラス HP 全開ぶりです。上は、シズオ&イザヤ武器ですね。これはね、遅延を2階層に刺す要因です。で、アーサーです。あ、そういえば、潜在の話をしてないか？これ、消せない潜在振ってます。神キラー振ってますが、まあ、言うてかな。で、アーサーですね。全パラです。で、スキブ潜在 HP プラです。上は、ベルの武器ですね。これはね、回復力、チーム回復と2ウェイで、火力ちょっとでおもろうねって、あとは、覚醒無効解除が大事です。覚醒無効解除して、ヘイストできるのが結構大事です。で、次。アマテラス武器でも代用効くかもね。で、次、クロウリーは言ったね。はい。ということで、バッチ HP プラスです。新境地をやっていきましょう。はい、ということで、じゃあ、やっていきましょう。今回は、まあ、V 破壊ボーナスもいっぱいあるということで、V 破壊もいきます。V 破壊狙わなかったら、
まあ、もうちょっと早く行けるって感じですけどね。はい、初手はまずはマキナ変身で、アーサー進化して、で、クロウリ一体変身して、で、エニスを打って1ターンを1ターンじゃない1死を2回して、で、残りのクロウリ変身して1死をもう2回して、で、クロウリループ開始して突破です。まあ別に初っ端から後ろからエニスのヘイストで起き上がらせてクロウリループ使ってもいいんですけど、トゲ目覚めがキモいんで待ってるだけ。さあ2階層です。今回はまあゴミと、まあでもね、ゴミだけど言っても今回はね、これね、いつもだったらゴミなんだけど、マキナがねいいんですよ。マキナ打ってルレモ操作時間も返した上で、はい、シズオイザヤ武器を打って1死3回します。これがね、いいね。ルレも気にならない。素晴らしい。で、3回し1死したら、またクロウリーやって、で、アーサーも撃っちゃいましょう。で、突破です。ここはダメージ無効貫通とかも必要になるケースあるんで、アーサー撃っちゃっていいし、普通に火力要因としてアーサー撃っていいです。どうせ次のターンも無効貫通必要だったりするんで。さあ、続きまして3階層です。3階層、ホルスが出ました。無効ですね。回復半減はちょっときしょいですけど、ここもクロウリー使用して、アーサーの上限解放ループじゃねえわ。継続してるんでね。で、ここはね、エニスも使用してください。じゃないとギリ倒せないかな。はい、ツーウェイ組んで、これでアーサーがね、どれぐらい火力を出してるかって話なんですけど、まあ、全関数はしてないかな。種族は160億出してるから。3セットとか組んだら全然カースト狙ったりできますけどね。はい、続きましてアテン階層。ここはオメガモンもう全部サブっていいです。オメガモンもマキナも打ちます。オメガモンは第一段階に戻した上でこの次のフロアに入りたいんですよね。なので2階層で3回待ってます。2階層で3ターン1死することによって貯めてるって感じでね。はい、これで半分以上削って、オメガも2段階目打って突破しましょう。はい、これ突破ですね。まあ、結構雑に組んでもいけると思います。はい、これで固定ダメージがお互いで1200万。で、5階層ですね。5階層は、エニスを使用して、はい、エニス塩で待機します。ずっとね、なんか咳が今日出そうなんですよね。ちょっと咳しますね。なんだろうね、ちょっとまだ風が感知してないのかな。あんまね、実況者として咳が出るのは良くないんですよね。はい、ということでこれでまず半分まで削りましょう。半分まで削って回復エルジ込みで耐久していきます。回復エルジを組んでることによって、はい、耐久効きまして、で、オメガモンと、ここでね、またマキナを使用して、はい、これでね、盤面から取り返していきます。はい、OK ですね。さあ、続きまして6階層です。6階層は、ここね、ちょっと、立ち回りやってることと書いてあることは違うんですけど、ね、オメガモンは、ここ打たない方がいいかな。打たなくていいと思います。はい、ここは、クローリーからのアーサー裏でヘイストかけます。で、クローリーの火力で多分抜けるからいい。どっちかっていうと、オメガモンの上限解放に関しましては、ソフィー次の階層で打つ方がいいと思います。ちょっとソフィーの削りがね、火力が足りないので、オメガモンの2段階目を使用してあげることによって、まあ、簡単にワンパン狙えるかなと思います。はい。ということで、ここはエニソも使用して、クロウリ打って、で、まあ、削っていきたいところではあるんですが、
ちょっと足りないね。そう、だからね、ちょっとね、ここはオメガモンの火力欲しいなって感じです。はい、ってことで、突破して、まあ、左無視してましたけどね。まあ、全体攻撃で左も突破しちゃってもいいです。で、ここに関しましては、エニスが溜まったら、シールド攻めるでいいと思います。初手別にもう勝手に闇花火ずらせばいいと思う。エニスが溜まった瞬間にスーってシールド破壊してって感じでいいです。初手一応削ってみましたけどね。はい、まあ言ってもこれだと半分ぐらいしか削れないので、はい、もうここはエニスが溜まったらエニス打って、まあ、これでね、まあ、組めば半分までいきますから。ちょっと雲で見えてないですけどね。で、オメガモンを必ず次のフロアまでに貯めて突破していくっていうのがいいかな。次ダメージ吸収欲しくなるんで、まあ言ってもオメガモンじゃなくても、あいつでもいいですけど、マキナでも。はい。で、ここはね、全員エンハンスありますから、攻撃デバフはこれ取り返せるのが強いですね。で、これあまりにも光ないんで、適当にまず1シーズずらして、もう一回クロウリ打って、ここで削っていきます。はい、これで、まぁ、ちょっと突破まではいきませんが、削って、で、盤面帰ってきて、ここで突破ですね。まあ、雑にね、光3セットで突破していきます。はい、続きまして9階層ですかね。ここは回復エルジーと攻撃エルジーでアシスト向こうも返しながら耐久していきます。オメガマンも使用しちゃってもいいです。まあ、マキナでもね、吸収向こうはできますが。はい、ということでアシストも5回しながらマキナも、あ、マキナじゃねえや、イニスも打って回復エルジもして耐久していきます。はい、でこれで突破していきましょう。オメガモンの2段階目とクローリーでこれで突破しまして、はい、続きまして10階層です。10階層、ゼウス、操作時間短縮されますので、ここでね、マキナ打つのがいいですね。でこうマキナ打って、操作時間もルーレも全部返します。で、初っ端はクローリでこのまま削っていきましょう。はい、これで超根性まで引っ張ります。超根性行くと、光花火です、ゼウスは。ヘラだったらまあ言うて特にだったかな。で、花火光来ますけど、マキナのルーレットがあるので、全然大丈夫と。で、ここでアーサー使用して、無効貫通しといて、で、回復花火に関してはルーレから取り出しながら削っていきます。はい、OK ですね。さあ、ということで、ボス回想です。ボスは、エニスのシールド破壊を使っちゃって大丈夫です。まあ、オメガモンとかアーサーも使ってもいいっちゃいいけど、まあ、しょっぱな使っても別に大丈夫かな。うん。最終的に次のフロアで溜まっとけばいいから、別にアーサーとかも溜まってたら使ってもいいっちゃ、あ、でもアーサーは溜まってねえか。はい。なんで、まあ、スキルで頼りすぎるのも良くないですけど。とりあえず、特にもかくにも、次のフロアで V 破壊したいんだったら、アーサーの火力やオメガモンの火力っていうのは必要になってくるかなと思うので、まあ、そこは貯めつつ。で、回復力半減がちょっといやらしい。半減だったかな。まあ、次の耐久とかにも響くので、回復力半減が終わる最後の一旦のタイミングで突破してあげるのがいいかなと思います。はい、これで残り3でしょ。まずはシールドを全部削り切って、
で、本当はね、ここね、もう 1C してから突破が良かったです。ちょっとね、回復半減かなんか、回復現象食らったまま行っちゃったんですよね。はい、ってことで光も3セットしっかり組んで、まあ、どんなもん削れるかなってことでやってみましたが、全部いなくなった全部いなくなっちゃった。さあ最終形態です。最終形態は回復力がね、本当は通常倍率に戻してほしかった。で、 V いらない方はもう本体アーサーやらオメガモンやらでぶん殴りゃいいと思います。はい、ということでエニス使用して、まずはねシールドから今回は破壊していきます。オメガモンも撃ってます。アーサーも別に撃ってもいいっちゃいいんですけど、はい、でシールド削って、まあ 2A にしとけば片翼ターゲットしてあげればもう片翼を自動的に削るは、ここね危なかったっす。これはね、ちょっと回復しきれなかった。回復力が下げられてたせいで危なかったっすね。はい、ここでアーサーも使用してますね。はい、これでまずはシールド。そうですね、ここはまあこんくらい削っとけば十分かな。 50% いくかなぐらい削れればいいかな、両翼とも。まあ、片方はね、めっちゃ進んでるかもしんない。で、ここでオメガモン2段階目。ここで本体削り出します。はい、これで本体込みで殴っていきます。こいつね、ちょっと操作時間短縮されてたの忘れてて、危なかったです。普通に、マキナ撃ってばよかった。はい。それで、まずは左、左翼が潰れました。で、消せない状態に関しては洗剤でごまかせばいいです。で、マキナがいればこんな感じでルーレットから光を取り出すこともできるのでおすすめ。はい、消せない状態を洗剤で解除しながら回復は消せない状態で解決します。はい、で残りですね。もうね、眠すぎてね半分寝ながら実況してるから。はい、ということでこれラストパズルですかね。はい、これで V も両方含めて本体も突破して終わりと。まあ、とにかくアーサーやらオメガモンやらの上限解放を活かしながら V をしっかり削っていく。本体性能は結構削りやすいと思うので、まあそこまでかなといった感じです。はい、ということでね、今回クローリーを使ってみましたが、まあ、かなり強いですね。やっぱり光コンボパとしてかなり強いかなと思います。1体引けたらもう1体買うのはありかもしれないし、まあ買う価値としても光パ今後使っていくんだったら買っとってもいいかもね。光パの生成枠は今後支えてくれそうかなって感じでした。はい、ということで高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。